こんにちは、小浅です。今日はファミリーマートさんで、食べたいパンを15個買ってきたので、今日はこれを食べます。プラスカップラーメン、シーフードヌードルと、カレーヌードルを食べます。それでは早速いただきます。うん、おいしいです。はい、というわけで、今日の動画はファミリーマートさんの、食べたいパンを食べる動画、そして、カップラーメン、ビッグサイズを2つですね。まあ、今回は、大食いは大食いなんですけど、本当になんて言ったらいいんですかね。もうプライベート大食い？いや、おやつ的な感じですね。はい。で、今食べてるパンが、バター風味のメロンパン。これめっちゃうまいんですよね。多分新作のメロンパンだと思うんですけど、いや、めちゃめちゃ美味しかったですね。これ僕の中では、ファミリーマートさんの、リピーターの、メロンパンです。で、このクロワッサンもちょっと甘めな感じで美味しいです。いや、もうコンビニのパンってもうめっちゃうまいっすよね。もう中毒性があります。そして今食べてるのが、ドーナツ。ツイストドーナツだったっけな。これもめっちゃうまいです。この上にかかっている白い、なんて言ったらいいんですかね、砂糖っていうんで、砂糖なんですかね、砂糖がすごい甘くて美味しかったです。このシューロールも、すごい生地が柔らかくて、で、中の生クリームもすごいたっぷりで、すごい美味しかったです。そしてなんといってもやっぱりコーラで流し込むのがもう最高です。で、こちらが、ミルクフランス、生地がちょっと、固めのパンでしたね。で、中のクリームも、生クリームっていうよりかは本当に、ミルク感があるような、クリームでした。次がミルクチュロッキー。いや、これもすごい美味しいですね。サクサクですごい、ドーナツ系のパンですね。オールドファッション系ですね。のドーナツですごい美味しいです。そしてコーラ。次は、チョコオールドファッション。これも、チョコレートの、コーティングが、なんて言うんですかね、チョコレートのザクザクのなんかお菓子なのがかかってて、これちょっといいなと思いました。ここでちょっとあれですね、惣菜パンを温めに行ってます。で、その間にカップラーメンのお湯をセッティングと。やっぱりこういう今で言うとフレンチトーストとか、あと惣菜パンですね、やっぱり温めた方がもう美味しさはもうかなり増しますからね。そして右、横にあるのがこの赤い袋なんですけど、僕が愛用してる、プロテイン、B レジェンドの、ミルキー味です。今のところ筋トレの方も、順調っていうよりかは、普通に、なんとなく自分でも筋肉がついてきたなと、実感しております。腕が少し太くなったかなと、あと胸筋の方も少し、張っ
ってきたかなと思います。ちょっと今回はカットなしでちょっとリアルな映像をちょっと、お届けしておりますが、まあ普段、カットしているところはだいたいこんな感じだという風です次はウインナーパンですね。やっぱりウインナーパンはその、なんて言ったらいいんですかね、このジューシーさが最高です。で今次はカップラーメンです。おっと、何かをちょっと調べているのかいや今回は本当に、なんて言ったらいいんですかね、もうこのコンビニの、パンを食べながら、ジュースを飲む、これもすごい最高です。お、なんかこぼしたのかなでちなみになんですけど、今日、動画投稿してこの動画を投稿したのが、25日なんですけど、実際この動画を撮ったのがちょうどゴールデンウィークの、初めらへんだったので、ちょっと何を思って食べてたのかもうちょっと完全に忘れちゃってました。っていうのも、僕動画編集ができなかったんですね。なんでかっていうと、ちょっと、USB を、なくしてしまい、ちょっとしばらく、動画編集はできない状況でした。というわけで焼きそばパンも、完食ということで、次はシーフードヌードル。これはちょっと冷ましてるんですね。やっぱりカップラーメンってやっぱり器が小さいのでなかなか冷めないので、この時多分冷房を入れてたと思うんですけど、こうやって麺を持ち上げてその冷房の風で冷やすという、カップラーメンとジュースがまた合うんだな、これが。次はカレーヌードル。というわけでジュースがラストですね。ラスト1本。その前に皆さんから見てどう思いますかね。僕ちょっと筋肉ついてきたかなっていうのは分かりますか僕的にはあんまりなんか変わってなさそうには見えるんですけど、まあ、自分なりにちょっと筋肉ついたなっていう実感はしてきてます。はい、というわけで、今回の動画は、カワザイルの、おやつ動画っていうのをお送りしました。この動画が良かったらまた、次回も、見てくださると嬉しいです。それではありがとうございました。
はい、というわけでファミリーマートさんの、食べたいパン15個と、カップラーメン2つ完食です。ごちそうさまでした。いやー、とても美味しかったです。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。以上、川添でした。